えー、物語シリーズは各物語ごとにヒロインが変わるという特徴がございます荒牙、うんえー、木暦役の神谷宏さんとは、えー、収録現場や後語り収録などでお会いする機会が多いとは思いますが、うん、それぞれのヒロイン役の皆様同士で語らっていただく機会がなかったため、うん、今回はスペシャルキャストトークと銘打ちましてこちらの方々にお集まりいただきましたじ, <laughs> じゃあ八九人はい、島よい役の加藤恵みりでーす <laughs> あこっち来るんだ <laughs> えっと「ガンバるするが」やらせていただいてますでですやの堀江優です役のということでこの4人のヒロインが4人のヒロインだよね自分に言ってたけかに集まったというのはな,ないよね多分ね。 あの、たぶん、みんな、アテンとかはやってるかもしれないけれど、あと、コメンタリーとかではあってたとしても、この4人というのは多分、はいかもしれない。はいかもしれない。そうそうそう。そうそう。絡まない。一気に出たことも、数えるほどぐらいしか、もしかしたら同じ話に出たっていうのは、ただ別で撮って。 っていうのがなしにで別だからねそうそう,そうという感じなのでちょっと珍しいこの組み合わせでえ今回はあららぎくん欠席裁判を行いたいと思います <laughs> 基本的にはあららぎくんについて普段話せないここだけの話という題材で本当に欠席裁判決していけたらと思うんですけれどもまあ,あららぎこよみくんといえば皆さんはどんな 言いづらい持ちますか言いづらいわかるあららぎくんあららぎくんもう本当に何度あらきくにしてくれて私も本当になんであらきくじゃダメでしたかっていうのをちょっと言いたかったですね本当にしかもさまだ本編だって尺は早いけどあのなんかほらいっぱい喋るやつあるじゃん二人でおまけのキャラコメントですあれの時にさあららぎ先輩って本当

ですけれど、えっとまあ男の子として皆さんはどう思っていますか？これはまあ役じゃなくて個人的にでもいいし個人的にまあ役はこう捉えてるけど私はちょっと違うなとかでもいいんですけれどどうですかね？ああなんか荒木くんはかっこいいとは思うんですけど優しすぎてちょっと困る時がありそうだなともなんか自分がやきもちやきなのでもし下着の立場だったら。 やだわかるなんか、誰にでも優しいってちょっと嫌だ。うん。ね、優しいのはいいことなんですけど、でもなんかちょっと度が過ぎる優しさが。うん、ボディタッチも過剰だしね。過剰過剰すぎだよね。なんか、こう、年齢感問わず割と過剰に。少なくともこれについてるやつだは撫で回してたりとか。そうですね。特に今回のセカンドシーズンで、ちょっとダイジェスト版とかをね、さっきみんなで見させていただいたんだけれども、なんか、幼女趣味的なところ。 なんかちょっとこ,こじれ、こじらせてた感じがありましたけど。<ー>いや、うん、妹の歯磨いてるあたりからやべえとそうだね、ちょっと続いてきてたけどね。<laughs> 何なんだろう、あれね。なんか私、あの、一応、こう、彼女としてそうですよの立ち位置ではあるんですけれども、ひたぎは、でもなんか、か、なんていうのかな、わざと置いてるみたいな。 よく多くだと、うん、性質ってそういう位置になるじゃないそういう感じが少しして。<笑><笑> とりあえず性質はそんな立場はあるけどあれなんかそこ室の方にばっか行ってないみたいなしかもそれってさ多くの中がぐちゃぐちゃにならないようにとりあえず一番怖いと正そうったにそうす私たち絶対に手が出せないっていうかその下克上できないからなんかねでもなんか私の方が愛されてる気がするから大丈夫みたいななんかそんな感じがしていつもくっ多いなって思うのよ。 ううままいいんだうまいのすごいとこに気づいたねちょうど <laughs> かねずっとね途中ぐらいからねあれなんか <laughs> ララキ君っていう疑問符が湧いてるょちょっとなんかカンバルさんとしては今なんか一番こう、うん、高質な武器を持ってもう玄関の前にワって立ちたい気がする。うん <laughs> 一度諦めたの <laughs> おいおいそういうつもりかいっていうなんかみんな誰にでもチャンスは平等にありますよみたいな感じが若干するよね <laughs> あそ,っかそうか化け物語と多くだったんだなんかあの <laughs> 女の子の関係性みいないやじゃあひの目から見るとあんまり合わないっていう意味でもちょっと<笑><笑><か>そうだねそれぞれのなんか領地がある感じするよね だってなんかかんばるさんとマヨいちゃんって会ったことない気がする合わないですねああ私はねなでこちゃんぐらいかな、うん、直接的になんか認識思ってるのはだからなんか誰って感じなの本当にんみんなねみんなうん。マヨ、ね、いちゃんも多分存在としては知ってるけど、うん、でも絡まない。 他の人には基本見えないそそそううう残っちゃって感じなんだよねうんまあひたぎだとカンバルだったりとか羽川さんだったりとかねがっつりあったね今回は羽川さんと特にすごい多くてそうすごい私でもあの関係性もすごく好きでこんなに人を好きになれたんだこのひたぎという人はっていうふうに思ってんかいつの間にやら大親友になっててあ本当。

そうするとまた自分がやってるキャラクターも見えてくる顔が違うなと思う今うんそうだよ、ねうん、なんかう 対男の子に見せてる顔とさ、女の子に見せる顔って、やっぱ少し違うんだよね。羽川さんなんか可愛かったああなぜそこに私はいなかったのか。いや私あの、ひたぎちゃんが泣きながらね、羽川さんを心配して一晩中探してくれたの。探しに行ったの泣きながら怒るっていうシーンがあって、そこがもう。野宿してたからさ、もう、な女の子が何してるのって泣きながらね、怒りくの。そんなとこ滅多に見れないから、もう。 感情的になっててすごくびっくりしちゃったけど感動ジジェェララ特に今回全然カンパルとか何かね何かいいハウスなのに。 なんか本当にあんまり他のキャラでこういうことないんですけど、うん、なんとなく今、カンバルさんとそばにいるぞって思うとうん、うん、なんかこう動機が上がったりするので裸って聞くだけで <laughs> あー動機が上がってくる違う <laughs> 女の子の声聞くだけでドキドキできるようになるから不思議で。<laughs> <laughs> 目覚めない目覚めない。このスイッチ一回入れると怖い。<laughs> いやだからね、<laughs> あの荒らぎくんの印象って言われても。うん なんか,、ね、か目に入ってたのがどうしても千尋ヶ原先輩だからだけどねどっかで気づいてるんだよねなんか目を見て荒々木君と話すと、うん、あ本当にこの人のこと好きになっちゃうだろうなっていうのはんとなく頭のの端っこの方でだから魅力はもう知ってるのでしかも自分の好きな人が好きになってる人だっても分かってるから。うんうんうん なんかね何とも言えないあそっかそれこそ「大奥」だね本命のがっつりした妃はいるけれどもみたいなそういうのも質の派閥なんじゃないじゃあ正の派閥なんじゃないどんどんドロドロしていくけどまよいちゃんなんかはさなんかこう荒ぎくんの特に原作を読んだりすると荒ぎくんがある意味一番好きなのかなって思っちゃったりするよねそうだね

今のところ自分だけっていう感覚をなんかまよいちゃん的には持ってて他のヒロインにはやっぱりそういう女性として多分荒く君は見てるけどまよいちゃんも一人のまあ女の子として見てはもらってるけどでもなんか違う愛され方を別次元の愛され方をしてる気がしてなんかそれはそれでまよいちゃんとしてはその自分だけそういう気持ちを占有しているっていう優越感がちょっとあるかも。あんなセクハラまがいそうだよね本当に 一番セクハラされてるから、ね、<laughs> もしれないとらプロレス的な顔ありなられ方とか <laughs> うそうだよね。<laughs> 本当に, <laughs> 本当に 私なんか一回だけさあの荒ぎ君に仕返ししたことがあってさ仕返しっていうんじゃないんだけど結構女の子いいようにするじゃんあの人。でさ一回駿河のお部屋に来てくれた時にさ着替えるからちょっと外に出てくれないかっていうところだけ一回ねスッて巣に戻ったことがあってそこでねちょっとだけねあののなんていう仕返ししたことがあるしたらあとで神谷兄に「お前そういうのやめろよなああいうの突然ぶっこんでくるのやめろよな」って言われて怒られたの。 やばい。<laughs> <laughs> でもカンバルもすごい魅力的になったもんね。カンバルさん、ん女の人になってきましたようん、うん。みんな変わったよね。やっぱり変わった大人になった感じがした。なんか今までって世界がますごく狭かったんだなって思ったんでね。<laughs> ねまあこれちょっと鬼物語なので、うん、私恋物語って着丈のお話があるんだけど、これより後なんだけど。でも。まあもうみんな見ているとぜ。ゆ 前提で言うと、うん、今回私はカイキさんという大人の人とずっと一緒にいるような物語をやってたらねもともと私がもう大人だしあと大人の人がの方が好きだなっていうのはあるんだけどあのねひたぎがねこんなに楽しそうに会話を楽しむ楽しむ楽しそうに会話をするっていうのを。うん 初めて体験してしまって、読んでる時は感じてなかったのに、自分が役者として下着をやってたら、超楽しかったの会話が。翻弄される会話が。 だからさ、あれだよ。学校で言えばさ、男子ちゃんと掃除やってって言ってる女子だから、結局男子っていうものは男子って言ったりして、上からの上からずっと荒ぎくんだろうと思う。それがやっぱり一個違う人と会うとそうなるんだね。そう、翻弄される楽しさみたいなのがあって、あとは、かいきさんは、荒ぎくんってさ、バーンって助けに来るでしょ助けに来たぞって。かいきさんはね、全然全くこっちには見せないで、 いつの間にやら助けてくれててでもそれも言わずに「下着は知らない」みたいな感じだったりして「うわ大人の」<laughs> あら荒木くんバーン!」って血だらけとかでバーンってきちゃうから「あ結構見,見せちゃうな」ってそれはそれで正義マンですごい素敵だったんだけど <laughs> ーーだ、ね、やっぱ子供だったんだっていうのをすごく見せられて、ね、で、ま、もちろんかいきさんかっこいいっていうのもあるんだけどあ,あら荒木くんって。 やっぱすごく正義マンでヒーローで、すごい人って思ってたんだけど、あ、やっぱ子供の可愛らしさがあったんだなっていう。でもなんかすごく気がついた。うん、可愛らしい人とな,な,なったらどうなるんだろう。 いや今の感じだとすごいこじらせてくねそうだよね今ね高校生だから捕まってないよねいよよもそうだよやばいよね高校生だからなんかまだそんなに年齢感とかあやふやになってあんな幼女を抱っこしててもまだ許せる範囲だけど急につきパンチでどうやってるけどあパンチなくなったらやばいもんねそうだね今回だいぶパンチになるってけどねそうそうそういうとこも見えた なるほどね。うん、違う魅力が。うん、私ほら、これからかゆきさんと、そうだねうから。直接的には。うん、だまだ収録してないんだねす、うん。すごい楽しみ。焼肉一緒に食べるの。大人の男と。<laughs> <ー>いやでもあのシリーズはさ、うん カイキさんととずっっ喋てたよねそそそううう久しぶりにそういうことをした誰かとずっと永遠喋るっていうのをんか鼻眼鏡かけてずっと喫茶店で喋ってたそう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 いやなんかだからそうやっだいぶはしゃいでたみたい彼女的なはしゃぎすごいはしゃいでたのびっくりしたのディズニーなんとかに行ってつけちゃう耳つけちゃうくらいの感じでゃもうはしゃいじゃうし泣いちゃうし目の前では泣いてないんだけど泣くの我慢できなくてとか もうなななんんか、ててて子供なのひたぎって思っ思特に高校生の世界の中でいるとなんか全然別次元のところの人みたいな印象がすごくあったんだけどやっぱり子供だったんだっていうのが分かってなんかよりひたぎ自身も可愛いなと思えたりうか。 アニメって割とキャラってこう一面的なもの。そうだね。のみにこうスポット当ててキャラクターって呼ぶから、割とそこから出られなかったりするけど。なんかいよいよこの物語シリーズが、ね、多面的にっていうか。だってもう、下着やってって言われてもさ、ど、どれを持ってして。るそうそうそう。分からなくなってきてるじゃないですか。だから、スロがも花物語で、あの、ま原作を読む限りだと、あ。同世代の中にいると、この子こんなにちゃんとしてるっていうか、やっぱお姉ちゃんたちといるから、ずいぶん甘えちゃう。 し合えるとこがあったけど、うん、あこの子ずいぶんしっかりしてるし、うん、ちゃんといろいろ悩んだりできる子かもみたいなのも見えてきてそうそうだから本当にあ高校にいたら人気がある子なんだろうなっていうのが見える、ねうんね、今までだと高校自体が特殊なのかなみたいなこの人たちが人気があるなんてっていう感じだったけど <laughs> っやっぱり人間っていろんな面があるんだなっていうのはそう、ね、すごく感じる、ね。うー そう,そうあのさまよいちゃんなんていうのは今までずっと同じ本当に同じ時間、うん、時間軸はというかんて言ったらいいのかな、うん、じ同じ存在だったそ,そうだよね。そういうとこは今回また違うのをやってみてどうだったでも今回まよいちゃんはまよいちゃんであるけれども今回、あのー、もうなんだろうもし生きていたらっていう、うん、もう21歳のまよいちゃんをやったのね。それがなんか、うん なんか迷いちゃんでありあるけどなんか迷いちゃんでないような、うん、なんかああいう幽霊の時みたいなああいう無,無邪気さっていうのも、うん、まあちょっとある残っているけれども、うん、しっかりした、うん、ちょっと荒木くんに影響されてるなっていうような印象を受けたの迷、うん、いちくんがその過去に助けに来てくれて、うん、で「迷、ま、いちゃん助っかった んだけど、まあ、結局その後と現実、えー、とその助けてもらった世界では、うん、あ荒木くんっていうものをちゃんと認識しないままずっと大人になってるんだけど多分ずっと彼女は彼女なりにその助けてもらった高校生のお兄ちゃんのことをずっと心に残ってて自分もそういう風に人を助けられるような人間になりたいっていうそういう荒木くんの強さを持った大人になったっていうのがあって、ね、そうなんかそれがねちょっとなんか。

まあ、あとここに質問があって、うん、もし自分が荒ららぎくんの家族だったらポジションはどこがいいですか、えー、家族家族お兄ちゃんじゃねえかな、うん、やっぱ荒ららぎくんを自分の家族に置くならどこに置きますかとかまああっちの家族に入るでもいいけれどああ<ー>うんお兄は素敵だったしないいねそうだよねうんうん、えー、でも迷うなあ。 でも妹になったら歯磨きされちゃうでしょあああそうだね何か何されるか分かんないから怖いって思っちゃうそうだねお母さんかなお母さんはお母さんはお母さんはい母んだろういやもうしょっちゅうしょっちゅう家にいないよはうしさんはお母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 さんはんはお母さお母さお母さんはお母 なんはとこぐらいのおにちゃん面白いお兄ちゃんいるんだってやつか久しぶりに会ったけど変わらないなみたいな15ぐらい離れたお姉さんとかでいいなちょっともう離れて暮らしているお姉さんとか近くにいたくないっていう。私でも あれ駿河やってるせいかなやっぱり今の駿河と荒木君ぐらいの距離が超ベストって思ってるかもなんか恋愛対象には絶対ならないんだけどうん、うん、めっちゃ構ってもらえて、うん、みたいななんかこう一番楽しい学校の先輩だそう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 、ね、のそのぐらいのそう感がいいな <laughs> 今そはかっこと <laughs> あの人いいうそういいそうそうなんかうそうう でね心配でねねえなしなんか会員に巻き込まれそう本当になんかみんな巻き込まれるじゃん周りの人がこれぞ欠席裁判官が出てくるってことで荒ちょっとなんかまあいろいろ言ってきたけれど荒崎くんのじゃ逆に一番の魅力だと思うことは魅力魅力 ああ、うん、なんだろう。ここもでも黙っちゃいけないとこだ<も> <laughs>。はい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 、ちな,ないでほしいだから。ち <laughs> もっていなんないと。<laughs> そうだなー。ーなだね、でもなん私はなんだかんだでそうやって優しいとか人の、うん、人を助けてあげたいっていうその正義感が強いところはいいなって思う。 やっぱり正義感持って生きてる人の方が素敵にキラキラ輝いて見える。うん、あ、<laughs> それがどんなに中二病であろうと確かに <laughs> 最後最後な。<laughs> <laughs> なんかあのあのなんていうんだろういいことをするときに、うん、いいことしてやったぜじゃないところがいいかも。確、うん、か,かにそうだね。うん、なるほど当たり前だと思って。ちゃんと貫いてるところかもね。うんうん、なんかある？うんとねえー、っと。 続続けけててくくれれるるところかなあ構いどんな球でも拾ってくれることんかこうあの相手のことを思うと引いちゃうっていう優しさが例えばあるとすれば、うん、それのなんか選択肢はあんまり彼にはなさそうで逃げていくものをちゃんと追っかけてって「おいなんかこの話終わってなくね」ってガシッてやるところが <laughs> あ,、うんうんうん、あこの話は終わりにしたいんだなじゃあ で、私だったらやっちゃうそうなところをいやいやっていう。うん、あの感じはかっこいいなと思ったかもしれない。うんうん、確かに、うん、だね。私はやっぱり昭和ヒーローっぽいなって思う。うん、なんか会話だったりとかあの？ スタイリッシュっていうこともあるからそういう古さっていう感覚はないんだけどでもやっぱり熱血ヒーローっぽいなって思われ、ね、うん、熱血なのかしら、ね、なんか正義マンだなって思う、うん、根底の部分はだからやってることはなんかすごく遠回りをしたりするからなんかよくわからないところであの収まるんだけど、うん、でも結局なんか。 真ん中のこいつを助けなきゃとかこいつを守らなきゃこれをなんとかしなきゃみたいなところをひた走っているんだと思う彼なりにはすごい回り道をするんだけどやっぱゴールは決めててそこに入ろうとする人なのかなって思うから羽川さんにはそれがすごいヒーローに映ってるああ多分あなるほどそれにやられてる気がする羽川さん特に現代以降ってなんかさちょっと老成した感じがかっこいいと 勘違いしてしまうじゃないなんとなく少しちょっとうがった感じで、ああ、いやいや、僕大丈夫です。みたいなのが大人な印象があるけど、<laughs> うん、なんか、ああいう男の子っぽさとか、かっこよさっていうのは、やっぱり魅力なんだろうなと思う。えー、でもさ、それだけで決してさ、うん、こう世間様に提出しないのがさ、うん、あの、西尾維新そっう。そう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 。どん <laughs> だけシャイなんだよっていうぐらいさ、養女 <laughs> 問題がありの、<laughs> 妹好きがありの、<laughs> そうなね、でもいんな、 性癖でもってそこをこう全部カバーして提出してる感じがなんかねありますよね直球がやっぱ出しづらいのかもでもだからやっぱり羽川さんぐらいこう見抜けちゃうっていうかあの女の子の方がやっぱりこう精神年齢が上だからそうするとやっぱりど真ん中のまっすぐなものが見えてるとそれは大好きだようになっちゃうのかなっていう。 助け方とかがすごい昭和だなって思うんだよねなんかもっと上手い助け方いっぱいあるのにバーンって正面のドアをバーンって開けちゃう感じるじゃんいつもあれそこから来たっていう一番来そうなところから来たやっぱり泣いで来たって思うんだよねいつもパワズしなかった今回もって思うところがねなんかこうね <laughs> う んかギリギリのピンチまで待ってたのって思う時あるのもすごくよすぎてやっと来たーってあっここで来たーっていう,うなんかね崖の上から登場する感覚なんだよねバーンってなってヒーローものっぽくそ<う>でもそれにポーズがついてないから、うん、うっかり現代っ子かなって思うけどそう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 、うん、あれ省いてるだけなんだね、うん、そういう感じがする <laughs> いつも後ろでなんか爆竹バーンってなってバーンっていうイメージある。<laughs> これどこなんだろうってとかね。そうそうそう。そうね。なんかそういう良さがやっぱりまっすぐな人なんだろうなっていうふうに思うよね。そうかも。まあだからいろいろあるけど、いろいろあるけどね。まあ結果いい人だね。いい人だね。だね。そうそう。これ言っちゃう。一番言っちゃうダメだね。ワードじゃない。いい人で終わる一番重要なことにちゃってる感じです。ごめん。 もっとなかっっったのかって思っちゃうけど結局いい人要はさみんながみんながみんなさ自分のものじゃないから <laughs> こうそういうことに言わざるを得ないんだよねなんかうちの人じゃなくてなやっぱり誰かを大事にしてる誰かの人のものだから。<laughs> まあそうやって弾いてみるとまあだ結局いい人なんだよね<ー>っていうのが彼のさどこにももいいないからここその評価の感じもするよねういうヒ,ヒーロー像っていうか主人公像か主人公像っていうのは実はアニメととかだああいう人ってよくみんなのことが好きそうみたいなみんなに手を出してる風なのはな、うん、なんかなんとなくそうなんだけれどでもやっぱりどこか下着に決め 必ず決めているっていう落としどころ 結構珍しいそれを言っちゃうっていうところも結構珍しいような気はするんだけれどなんかそこはなんか潔いいというかなんかすっきりしてていいですねちゃんとはっきりなんか言っちゃってるからこそ余計なことできちゃうみたいなところがあるけど「俺結婚してるから大丈夫だよ」みたいなことを言って言ってキャバクラ行っちゃうお父さんみたいなんかそういう感じが少しするんだけど大丈夫大丈夫自分これ既婚者だから決めてるから大丈夫。 感じも少しあるけど、うん、でもなんかちょっとあ<ー>あの主人公像としては。 珍ししいいなて厳よね私でも2回ぐらいんか振られてる気がするからっかなんで振られたんだろうっていうのがやっぱよくわからない私が一番わからないもう羽川さんを選ばないっていう段階でもうこの人なんかちょっとどこかおかしいなって思んかすごいねいい感じなのいつもいい感じなのそうそうそうなんだけどやっぱり千上小原さんがいるから僕は無理だってやっぱなんなの わかんんないんだけどそれはいつも何でだろうなって私は落ちて <laughs> よく思うんだけどでもやっぱそこがでも魅力ではあるなと思うなんかそれで変に「じゃあこっち来られたから」って言ったらんそんな好きじゃなくなっちゃうかもみたいな。<ー>うん、もううそれは何だろう もうそういういびつな恋愛関係だねなんかその一やっぱ一途だと一途な人ってやっぱそこがかっってよく感じるかもしれないら確かに一途でいることがね確かに大学に行ってるとは言ってないって堂々と言ってたって言ってたから車の免許はなんか取ったらしいがなんか あの、亀さんがなんか西尾さんにとって聞いたときに、いや、そういう明確な表記はしてないみたいな言い方をしてたから、ど、どう転ぶのかがわからないんだど大学行ったら同棲するみたいな話してたのに。ああふわっと。どうなるんだろう。どうなってんだろう。どうなってんだろう。あごめんごめん。私最近会期に夢中ですっかり。すっかりの約束。ちょっとちょっと。うん。ね。そう。どうなるんだろういや、でも私、会期さんに言われた、 発言で、まあ原作にもあるから言うけれど一番うーー「うわうん刺さる」って思ったのがどうせ大学入ったら別れるよっていう感じの私なんかもうそれね<ー>台本を読んだ時、まあ、原作読んだ時からだけどあ,<ー>あーうーんってすごい私もそれなりにいい大人なのでうーんって思っちゃったんだよねそこをでも貫いてほしいなと思いつつあまあでもどうなんだろうなっていう気持ちねありってね。 されてるのがそ、そこだからこそね、世界なの、なやっぱキラキラしてますよね。そうなんだ。うどうだろう、高校時代から。 ずっと初めて初恋の人で初めて付き合った人で結婚する確率ってどのくらいなのかなって思うけど結構一桁台だと思うんだよねでもいなくはないからねでも一桁台だと思うんだよこれでもリオとか仲良しだったら結婚できてるでそうだから信じてはいたいけれどでも西尾維新だしなっていうもやもやもあったりいやいやでもだからこそそのままかなっていうのもあったり確かにね。まあ今後 あの実は特にみゆきはまだこれから話題に本番だからね。まあみ,みんな一応物語、まあ、原作もねんとなく知ってるから、うんうん、一応自分たちのセカンドシーズンというものがまた一段落して、うん、こ,んこの先あるかないかはからないけれどきっとあるだろうということを考えつつ、うん、どういう物語がなんか最後は迎えられたらっていうのもありますか 私はずっと西尾先生にお願いしてるのが、うん、名探偵羽川翼<ー> <laughs> 完全にスピンフだなんか世界を巡る旅してるからかかいろんな事件に合いそうそして解決できそうと思って <laughs> 私たまにさ彼女は上がせ アガサクリスティに見える時あるんだよね。あるよね。そう、なんか何でも知ってる感というか。あの、ろうせいした感じもさ、なんか解決します、私みたいな。確かに。って感じ。が楽しそうみたいなので、お願いしてるんですけど、どうかなみたいな。それはいいかも。ね、でもね、決してそう、あららぎんを待たないでほしい。そうだよね。そう、時間って当たま前。 ちゃうからね。いい男いっぱいいるから世界にいいそうそう次行ってくれって思ってますけどね。<laughs> な,るどなるほど。なるほど、ね。姉さんのご意見、<laughs> 長さん的にはそうですね。私はやっぱりあの別、ー、れるよって言われたけど、それでも何かしらあってもやっぱり一緒にいてくれたら嬉しいなとは思うけど、うん、西尾維新どう来るか？っていう。<laughs> すごく変則的に何か？ でもまっすぐ最終的にまっすぐが荒木くんなのかなというのもあるから何が出てくるのかわからないけれどやっぱり荒木くんと一緒にいてくれたら嬉しいかなと思いますねうんお楽しみでね楽ししみみですね。 いいとこも悪いとこも語ってきましたけれども、はい、まあ私たちの欠席裁判はこの辺にしたいと思います <laughs> は,いはい今後物語シリーズは花物語の放送が控えてますし<っ>パッケージの発売も続きますのでぜひ楽しみにお待ちいただければとい、ね、中にアンスなのにそうそうなんか本当にあんまり他のキャラでこういうことないんですけど、うん、なんとなく今カンバルさんとそばにいるぞって思うとうん、うん、なんかこう動機が上がったりするので裸って聞くわけで <laughs> <laughs> 動機が上がってくる。変これやだ。ついにこのエンジン。ン <laughs> 女の子の声聞くだけでドキドキできるようになるから不思議で。目覚めない。このスイッチ一回入れると怖い。<laughs> いやだからね。あのあららげ君の印象って言われても。うん なんか,、ね、だから目に入ってたのがどうしても戦場がある先輩だからだけどねどっかで気づいてるんだよねなんか目を見て荒々木くんと話すと、うん、あ本当にこの人のこと好きになっちゃうだろうなっていうのはなんとなく頭の端っこの方で分かってる不思議な関係なんですよね。うん、なるほどね。なだから魅力はもう知ってるのでしかも自分の好きな人が好きになってる人だって分かってるから。うんうんうん なんかね、何とも言えない。あ、はあ、そっか。うん。それこそ大奥だね。<laughs> 本命のがっつりした、妃、うん、はいるけれども、みたいな。 性質の派閥なんじゃないじゃん。どんどんドロドロしていくけど。なるまよいちゃんなんかはさんかこう荒ぎくんの特に原作を読んだりすると荒ぎくんがある意味一番好きなのかなって思っちゃったりするよ手のひら返して好きだんね愛されてるっていう感じんかピカピカとはみんなとは違う愛され方をされてる。 なんか、でも、そういう対象が。 今のところ自分だけっていう感覚をなんか、うんうん、まよいちゃん的には持ってて、うんうん、他のヒロインにはやっぱりそういう、女性としてうん、うん、多分あら木くんは見てるけど、まよ、あま、いちゃんも一人のまあ女の子として見てはもらってるけど、うんうん、でもなんか違う愛され方を、別次元の愛され方をしてる気がして、なんかそれはそれで、まよいちゃんとしては、その自分だけそういう気持ちを占有しているっていう優越感、優越感がちょっとあるかも。あ,<ー>あんなセクハラまがいな、ね。<laughs> そうだよね、<laughs> 本当にね。 訴えたら一番勝てセクハラされてる感じ <laughs> もうかもしれないとしたらプロレス的な顔になられ方というか。 1>, なんか1回だけさあの荒ぎ君に仕返ししたことがあってさ、うん、仕返しっていうんじゃないんだけど、うん、結構女の子いいようにするじゃん、うん、あの人でさ1回駿河のお部屋に来てくれた時にさあ、ね、あの着替えるからちょっと外に出てくれないかっていうところでだけ、うんうん、1回ねすってすに戻ったことがあって、うん、<laughs> そこでねちょっとだけね仕返ししたことがあるそ、ね、<laughs> したらあとで神谷兄に「お前そういうのやめろよな <laughs> ああいうの突然ぶっ込んでくるのやめろよな」<laughs> って言われて怒られた,られた女見せるのやめろ <laughs> <laughs> でも、カーバルもすごい魅力的になったもんね。カーバルさん、女の人になってきましたよ。人間だよっていう、ね、感じも少しあるけど、うん、でもなんかちょっと、うん、あの主人公像としては のしい気するなね私でも2回ぐらいんか振られてる気がするからそっかななんかんで振られたんだろうっていうのがやっぱよく分からなくて私が一番分からないもう羽川さんを選ばないっていう段階でもうこの人なんかちょっとどこかおかしいなって思うすごいねいい感じなのいつもいい感じなのそうそうそうなんだけどやっぱり船上小原さんがいるから僕は無理だってやっぱなるの何なの わかんないんだけど、過去までしてくれてるのにだよ。そうなの。なんかそれはいつも、なんでだろうなって私は落ちて <laughs> よく思うんだけど、うん、でもやっぱそこがでも魅力ではあるなと思う。なんか、それで変に、うん、じゃあこっち来られたからって言ったら、うん、そんな好きじゃなくなっちゃうかもみたいな。うんうん、もうそれはなんだろう。 もうそういういびつな恋愛関係だねなんかそうやっぱ一途だと一途な人ってやっぱそこがかっいてよく感じるかもしれない確かに一途でいることがね確かに。大学に行ってるとは言ってないって堂々と言ってたって言ってたから車の免許はなんか取ったらしいがなんか 亀井さんがんか西尾さんにとって聞いた時にいやそういう明確な表記はしてないみたいな言い方をしてたからどう転ぶのかわからないんだけど大学行ったら同棲するみたいな話してたのにああふわっとどうなるんだろうどうなってんだろうどうなってんだろうあごめんごめん私最近怪奇に夢中ですっかりその約束ちょっとちょっとうんねそうどうなるんだろうねいやでも私怪奇さんに言われた発言で まあ原作にもあるから言うけれど一番うーわーうん刺さるって思ったのがどうせ大学入ったら別れるよっていうれたの<ー> <laughs> 私なんかもうそれね<ー>台本を読んだ時、まあ、原作読んだ時からだけどあーうーんってすごい私もそれなりにいい大人なのでうーんって思っちゃったんだよねそこをでも貫いてほしいなと思いつつあまあでもどうなんだろうなっていう気持ちもありってかやっぱりね。 されてるのがそ、そうそこだからこその世界なの一番なんかやっぱキラキラしてますよね。そうなんだ。どうだろう,う高校時代から。 ずっと初めて初恋の人で初めて付き合った人で結婚する確率ってどのくらいなのかなって思うけど結構一桁台だと思うんだよねいなくはないからねいなくはない、えー、でも一桁台だと思うんだよでも離婚とか仲良しだったら結婚できてる結婚,で結婚できる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  <laughs> 少女漫画はそうですねそうだ <laughs> 絶対できてるそうなんです,んですだから信じてはいたいけれど <laughs> でも西尾維新だしなーっていうモヤモヤもあったりいやいやでもだからこそそのままかなーっていうのもあったり確かにね、まあ今後 あの実は特にあミユキはまだこれからそうだよこれからまさに本番だからねまあみみんな一応じゃあじゃあはいじゃあ築島よい役の加藤恵美里ですわーあこっち来るんだえっと頑張るするがやらせていただいてます沢城美雪ですはねかわ翼役の堀江ゆいですわーということでこの四人のヒロインが 4人のヒロインだよ。確かに。集まったというのはないよね。多分ね。パッケージとしては。一度に集まったのは。たみんなが。アドバイとかはやってるかもしれないけれど、あと、コメンタリーとかでは合ってたとしても、この4人というのは多分、はい、それで。はかもしれない。女子同士では関係ないのかな。そう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 。絡まない。一気に出たことも、数えるほどぐらいしか、もしかしたら同じ話に出たっていうのは。ただ別で撮って。 で別だからね、そうそうそうという感じなのでちょっと珍しいこの組み合わせでえ今回はあららぎくん欠席裁判を行いたいいたと思います <laughs> 基本的には荒木ららくんについて普段話せないここだけの話という題材で本当に欠席裁判していけたらと思うんですけれどもまあ荒木暦くんといえば皆さんはどんな 言いづらい持ちますかあ、言いづらいあららぎくんあららぎくん本当に何度あらぎくんにしてくれて私も本当になんであらぎくんじゃダメでしたかっていうちょっと言いたかったですね本当にしかもさまだ本編だって尺は早いけどあのなんかほらいっぱい喋るやつあるじゃん二人でおまけのキャラコメントあれの時にさあららぎ先輩って本当 本当にたくさん言うんだけど、ワールの時は本当しんどかったな。荒木先輩、荒木先輩よなんかあれ流行りそうだったけどあんまり流行らなかったね。一時期キャラコメすごい流行りそうな流れになったけど、ありましたね。やば大変あの量を書ける人いないってはそうだよね。先生があれ書けるって不思な気分すごいよね。すごいスピードでいつも書いてる。いや荒木くんそんな言いづらい荒木。 んですけれどえっとまあこれはまあ役じゃなくて個人的にでもいいし個人的にまあ役はこう捉えてるけど<ー>私はちょっと違うなとかでもいいんですけれどどうですかねあなんか荒く君はかっこいいとは思うんですけど、うんうん、優しすぎてちょっと困る時がありそうだなとんか自分がやきもち焼きなのでうん、うん、もし下着の立場だったら、うんうん だな誰にでも優しいってちょっと嫌だ優しいのはいいことなんですけどでもなんかちょっと度が過ぎる優しさがボディタッチも過剰だしね過剰過剰過ぎだよねなんかこう年齢感も書いてるいや荒木くんそんな言いづらい荒木くんですけれどえっとまあ男の子として皆さんはどう思って っていますかこれはまあ役じゃなくて個人的にでもいいし個人的にまあ役はこう捉えてるけど<ー>私はちょっと違うなとかでもいいんですけれど,、うん、どうですかねあーなんか荒あくんはかっこいいとは思うんですけど、うん、優しすぎてちょっと困る時がありそうだなと思う、うん、なんか自分がやきもち焼きなのでうん、うん、もし下着の立場だったら、うんうんうん 嫌だーかわかる。<laughs> なんか、誰にでも優しいってちょっと嫌だ。うん。ね、優しいのはいいことなんですけど、でもなんかちょっと度が過ぎる優しさが。うん、ボディタッチも過剰だしね。過剰 <laughs> 過剰すぎだよね。過剰なんか、こう、年齢感問わず割と過剰に。少なくともこれについてるやつでは撫で回してたりとか。きっとね、締めてたりとか。ね、特に今回のセカンドシーズンで、ちょっとダイジェスト版とかをね、さっきみんなで見させていただいたんだけれども、んなんか、幼女趣味的なこところ。 がちょっとこ,こ,じれこじらせてた感じがありましたけど<ー>いや、うん、妹の歯磨いてるあたりからやべえと、ね、ちょっと続いてきてたけどね <laughs> 何なんだろうあれねなんか私あの一応こう彼女としての立ち位置ではあるんですけれども下、えー、着はでもなんか,かなんていうのかなわざと置いてるみたいな。 よく多くだと、うん、性質ってそういう位置になるじゃないそういう感じが少しして。<笑><笑> とりあえずとりあえず性質はそんな立場はあるけどあれなんかその質の方にばっか行ってないみたいなしかもそれってさ多くの中がぐちゃぐちゃにならないようにとりあえず一番怖い人を性質にしたら私たちは絶対に手が出せないというか下告上できないからなんかねでもなんか私の方が愛されてる気がするから大丈夫みたいななんかそんな感じがしていつも多くっぽいなって思うんだよ。 う,うすごいとこに気づいたねちょうど <laughs> かねずっとね途中ぐらいからねあれなんかララキ君っていう疑問符が湧いてるちょっとなんかカンバルさんとしては今なんか一番こう硬、うん、質な武器を持ってもう玄関の前にワって立ちたいち、うん、<laughs> 一度諦めたんで おいおいそういうつもりかいっていう。なんかみんな誰にでもチャンスは平等にありますよみたいな感じが若干するよね。あそっか。そうか化け物語と多くだったんだ。なんかあの <laughs> 女の子の関係性にも。いやじゃあ人気の目から見ると。あ,あんまり合わないって意味でもちょっと違う。そうだね,そ,うだねそれぞれのなんか両ちがある感じするよね。 面白いですんだっっててなんかかんさんかさとちゃんって会ったことない気がするわないですね私はねなでこちゃんぐらいかな、うん、直接的になんか認識を持ってるのはだからなんか誰って感じなの本当に役の皆様同士で語らっていただく機会がなかったためうん、うん、今回はスペシャルキャストトークと銘打ちましてこちらの方々にお集まりいただきました <laughs> あ、じ <laughs> ゃ、じゃ、まあ、はい、じゃ、八九島よい役の加藤エミリでーすわー。あ、こっち来るんだ。<laughs> えっと、頑張るするが、やらせていただいてます。さあ、わしのみゆきです<ー>。はい<ー>、はい<ー>。はい、はい。ーい。ということで、この四人のヒロインが。四 <laughs> 人のヒロインで。<laughs> インだけれど確かに、集まったというのは、ないよね。 多分ね。パッケージとしては。一度に集まったのは、みんな。コメンタリーとかはやってるかもしれないけれど、コメンタリーとかではあってたとしても、この4人というのは多分、ない、それぞれ。はい、それぞれ。そう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 。絡まない。ね一気に出たことも、数えるほどぐらいしかもしかしたら同じ話に出たっていうのは。ただ別でとって。 っていうのがなしに後で別だから、ね、そうそうそうという感じなのでちょっと珍しいこの組み合わせでえ今回はあららぎくん欠席裁判を行いたいと思います <laughs> 基本的にはあららぎくんについて普段話せないここだけの話という題材で本当に欠席裁判していけたらと思うんですけれどもまあ,あららぎこよみくんといえば皆さんはどんな 言いづらい。持ちますか。言いづらい。分かる。荒木くん。荒木くん。もう本当に何度荒木くんにしてくれて、私も本当になんで荒木くんじゃダメでしたかっていうのをちょっと言いたかったですね。本当にしかもさ、まだ本編だって尺は早いけど、あのなんかほらいっぱい喋るやつあるじゃん二人でおまけのキャラコメです。あれの時にさ。 荒ららぎ先輩ってほんとにたくさん言うんだけどあの時はほんとしんどかったなしんどいよね荒、うん、ら,らぎ先輩荒らら先輩、うん、ってやりました、うん、ねなんかあれ流行りそうだったけどあんまり流行らなかったね <laughs> 一時期キャラコメすごい<ー>流行りそうな流れになったけどよっぱり,りましたね<変>やばい変だ,やっぱり変だ あの量をかける人いないってはそうだよね先生があれかけるって奇跡な気がすすごいよねスピードでいつも書いてるあららぎくんそんな言いづらいあららぎくんですけれどえとまあ男の子として皆さんはどう思っていますかこれはまあ役じゃなくて個人的にでもいいし個人的に役はこう捉えてるけど私はちょっと違うなとかでもいいんですけれどどうですかねああなんかあららぎくんはかっこいい 思うんですけど、優しすぎてちょっと困る時がありそうだなと思う。なんか自分がやきもちやきなので、もし下着の立場だったら嫌だ。分かる。なんか誰にでも優しいってちょっと嫌だ。うで優しいのはいいことなんです。優しいけどそれもあの言っちゃうっていうところも。 結構珍しいようなな気はするんだけどんかそこはなんか潔いがよいというかなんかすっきりしてていいですねちゃんとはっきりなんか言っちゃってるからこそ余計なことできちゃうみたいなところがあるから俺結婚してるから大丈夫だよみたいなって言ってキャバクラ行っちゃうお父さんみたいなかそういう感じは少しするんだけど大丈夫大丈夫自分これ既婚者だから決めてるから大丈夫大丈夫感じも少しあるけどでもんか ちょっと、あの、主人公像としては、な、ま、かなか珍しいタイプの気がするの、うん、なんでて厳しい評価。<laughs> 気はするんだよね。ね私でも二回ぐらい、なんか振られてる気がするから。そっか。なんか。んなんで振られたんだろうっていうのが、やっぱよくわからない。<laughs> いや、私が一番わからないもん、羽川さんを選ばないっていう段階で、もうこの人。なん,んなんか、ちょっとどこかおかしいなって思うの。いや、なんか、すごいね、いい感じなの。<laughs> いつもいい感じなの。そう、そう,そ,うそう。なんだけど、やっぱり、戦場アーラーさんがいるから、うん、僕は無理だ。 でやっぱな何なの？わかんないんだけどあそこまでしてくれてるのにだよ。そうなの。なんかそれはいつもなんでだろうなって私は落ちて <laughs> よく思うんだけど、うん、でもやっぱそこがでも魅力ではあるなと思う。なんかそれで変に、うん、じゃあこっち来られたからって言ったら、うん、そんな好きじゃなくなっちゃうかもみたいな。<ー>うん、もうそれはなんだろう。 もう、そういういびつな恋愛関係だね。なんか、そう、一、やっぱ一途だと、一途な人って、やっぱ。そこが、か、よく感じるかもしれない。一途でいることがね。確かに。大学に行ってるとは言ってないって。堂々と言ってたって言ってたから、車の免許は、なんか、取った。らしいが。なんか。 あの、亀さんがなんか西尾さんにちっ聞いたときに、いや、そういう明確な表記はしてないみたいな言い方をしてたから、どう、どう転ぶのかわからないんだけど。大学行ったら同棲するみたいな話してたのに。ああふわっと。どうなるんだろう。どうなってんだろう。どうなってんだろう。あごめんごめん。私最近会期に夢中ですっかり。すっかりの約束。ちょっとちょっと。うん。ね。そう。どうなるんだろういや、でも私、会期さんに言われた、 発言で、まあ、原作にもあるから言うけれど一番うーー「うわうん刺さる」って思ったのがどうせ大学入ったら別れるよってい<ー>うのがあた<ー>私なんかもうそれね<ー>台本で読んだ時、まあ、原作読んだ時からだけどあ,<ー>あーうーんってすごい私もそれなりにいい大人なのでうーんって思っちゃったんだよねそこをでも貫いてほしいなと思いつつあまあでもどうなんだろうなっていう気持ちもありますね。 そそここだからのキキラキラしてますよねどうだろう高校時代からずっと初めて初恋の人で初めて付き合った人で結婚する確率ってどのくらいなのかなって思うけど結構一桁台だと思うんだよね。とり多分存在としては知ってるけどでも絡まないほ他の人には基本見えない。 残っちゃって感じなんだよねひたぎいだとまあカンバルだったりとか羽川さんだったりとかがっつりやったね今回はで今回は羽川さんと特にすごい多くてそうす私でもあの関係性もすごく好きでこんなにあ人を好きになれたんだこのひたぎという人はっていう風に思ってなんかいつの間にやら大親友になってて本当そうなんか家にね泊まったりしてたのなんとそんなことしたの一緒にお風呂に入れてきちゃうそうだ。んそこに私はいないのかそうだそうだそうだそう収録で そうすごい可愛かったんだよ。ド <laughs> ドキドキしたセカンドシーズンって、うん、あの今までは荒くんとヒロイン誰かっていうような構図が多かったけどうん、うん、なんかちょっと荒く君は置いといて、うん、誰かと誰かみたいなのが多くなった気がして、うん、そうするとまた自分がやってるキャラクターも見えてくる顔が違うなと思いまんか 若い男の子に見せてる顔とさ、女の子に見せる顔って、やっぱ少し違うんだよね。だから。羽川さんなんか可愛くて。ああなんでそこに私はいなかったのかいや私あの、うん。ひたぎちゃんが泣きながらね、羽川さんを心配して一晩中探してくれましたのが。探しに行ったので泣きながら怒るっていうシーンがあって、そこがもう。野宿してたからさ、もう、な女の子がな してるのって泣きながらね送り叩くの,の、うん、そんなとこ滅多に見れないからもう「うん、はぁ」ってなった感情的になっててすごくびっくりしちゃったけど、うん、感動ジェラ 特に今回全然カンバルとかのにそうなん,でんか本当にあんまり他のキャラでこういうことないんですけど、うん、なんとなく今カンバルさんとそばにいるぞって思うとうん、うん、なんかこう動機が上がったりするんだ。裸って聞かなきけだよ、ね <laughs> <laughs> 動機が上がってくるこれ嫌だスイッチあのエンジン <laughs> 女の子の声聞くだけでドキドキできるようになるから不思議で <laughs> 目覚めない目覚めないこのスイッチ一回入れると怖い <laughs> いやだからねあのららげくんの印象って言われても、うん なんか,、ね、か目に入ってたのがどうしても千城ヶ原先輩だからだけどねどっかで気づいてるんだよねなんか目を見て荒々木君と話すと、うん、あ本当にこの人のこと好きになっちゃうだろうなっていうのはなんとなく頭のの端っこの方でだから魅力はもう知ってるのでしかも自分の好きな人が好きになってる人だっても分かってるから。うんうんうん なんかね、何とも言えない。あ、はあ、そっか。うん。それこそ大北だね。本命のがっつりした妃先はいるけれども、みたいな。うん、そういうの,ものも。性質の派閥なんじゃないじゃん性質の派閥。<laughs> <laughs> どんどん、どろどろ。<laughs>